1634年の肖像、アルブネヒトホン・ブランデンブルク・アンスバッハは、フランケン地方アンスバッハ公領の返教博。ブランデンブルク・アンスバッハ返教博、ヨアヒム・エルンストとその妻ゾフィー・ツー・ゾルムスラウバッハの、次男、フリードリヒの弟、父の死後、兄のフリードリヒがはじめは、母親の貢献下でアンスバッハ公領の統治を行った。だが、 1634年にその兄が、ネルトリンゲンの戦いで独身のまま、命を落としたため、アルブレヒトが医療を継ぐこととなった。アルブレヒトの場合も未成年のため、最初の数年間は母が貢献と実務を行った。1639年に成人した後は単独で、ブランデンブルクアンスバッハ公領の統治を行った。1642年、 ビュルテンベルクメンペルガルトコールートビヒフリードリヒの娘ヘンリエッテルイーゼ・フォン・ビュルテンベルクと結婚3人の子を設けた1651年ゾフィ・マルガレーテ・フォン・エッティンゲン・エッティンゲンと再婚5人の子を設けた1664年バーデンドゥルラ派編教博フリードリヒ6世の娘クリスティーネ・フォン・バーデンドゥルラ派と3度目の結婚をした子供はいない この文献は、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。アンスバッハ編教博、アルブレヒト、ありがとうございます。